はい、今日はゲーム実況やっていきたいと思います。まあ手始めに昔よくプレイした三国志2をやっていきたいなと思います。はい、まあとりあえず行きましょうか。じゃあはい、とりあえず今回はすごい久しぶりなんで誰で行きましょう。新しく、よし、今日はじゃあ今回は高孫さんで行きたいと思います。はい、どうして高孫さんでやろうかと思ったら、うん、高孫さんはいつもよく店頭デモでよく殺されてたんですよね。はい、仮想モードだからまずどうしましょうか。商人いましたね。商人高孫さん、まずこれ武器買うのがすごい重要なんですよね、このゲームね。武器大体武器0と100だと大体個人感覚武力15から20ぐらいの差はあるんじゃないですかね。とりあえずまず劉備、韓服か劉備からぶっ殺していきたいなと思います。まあとりあえずさあどうしようかな。8番情報武将の様子、高孫さん武力、高孫越はもうちょっとあれだけどね。あ、高孫越さんは、うん、専用顔ギャラモンタージじゃないですね。どうしようかな。とりあえずこれ仮想モードなんで、仮想モードだから劉備とか曹操とか孫権とかああいうやつらでも一応降伏勧告で部下にすることができるんですよね。まあそうだ、今回はもう結構もうやり込んでるゲームなんで、今回は引き抜きなし縛りで行きたいと思います。とりあえずもう今月はいいか。ちょっと18番、19、とりあえずウェイトを1にして、これも高速にして、はい、はい、両国を劉備つけました。軍事で訓練、これもたもたしてるともう袁紹に攻められちゃいますから、本当時間との勝負なんですよね、高孫さんさんは。とりあえず武将の様子で、高孫さんまだ訓練34か、4、3、はい、ブワン国、ブワン国刀剣ついちゃいました。ブワン国まだシナリオ1だからまだ呂布と一騎打ちしない設定ですよね、呂布さんと。どうしようかな、訓練5点もともとしても知らないし、攻めるか。戦争行きましょう。戦争劉備4、ブワン国、高孫越最初から2なんですね。これはなんか高孫さんすぐやられないようにするための優遇措置っすかね。もう全部持ってきましょうね。ちょっと待って、あれ あれよし、隠れとるっすね、超音とか。ちゃう、超音じゃないわ。
どうしようかな、ブランコク。ハマサイドでも、構想についてどうすか。どうせ負けるでしょうけど。ああ、100オール。まあ、あの、アムロじゃ負けちゃいましたね、まあ。あ、退局しちゃった。あ、お米ないんだ、リュービー。あ、勝てますね、これはね。あ、着火あ、とりあえず、あ、量なんとか。もう、あとはもう突撃で削ってパワープレイ。あれ？あ、いやな。よし、これは勝てますね、これね。着火マン。突撃で。高層熱捕まったけど。軍資金あるし。はい、ガリガリ削って、まあ多分勝てるでしょうね。タタタタン。あ、突撃しくじった。これやばいっすね。あっぷね、逆転できるか。よし、並んだ。やべ。あ、逆転した。よし、接戦だ。あっぷね。あ、蹴った。とりあえず、まあ、リュービンぶっ壊して葬式です。はい。あ、いきなり来ましたね、これね。仮想モードだけのこれ、あれらしいですね、これね。ダンダダダンダダダダダンダン。あ、え、捕まった。チンク。時間との勝負ですからね。ちょっと待って、これ治療高酸素、高酸素負傷治ってるですかね。武将一覧。武将が、あれ、武将一覧。あ、まあやっぱ怪我しとんな。とりあえず前に高孫さんで攻めるか。あれ、ここで高孫さんで1000円くらい持っとくか。どうせここお米ないだろうし、もうこれはもう、これはもちろん断るっすよ。あ、寝返った。だも、これ退屈するか。ああ、あ、足を寝返った。参った。退却4。はい、お米。はい、もうしょうがないですね。まあ缶は切る。
カンカン起きるかめんどくせえし、さよなら。ダー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 、さよなら。こんな意外な展開になりましたね。はい、でも張飛も亮なんとかも信用できないですからね。まああいつらも勝負しなあかんですね、そのうち。まあ少なくとも、もう 兵力を募集しなあかんですね、真っ先に。とりあえずまあ移動しますか、ね、1,9,5,3 あれ3,4、ちょっと待って、お米あるかな、ちょっと危なかったな、始まったよ。あれ4の徴兵、そのやつ50人ぐらい、1万人くらいか、0,3,0、よし、でもダンダダダン、あとはこいつらあんま、まだ信用できないからリスクヘッジとして、はい、あっ、あっ、ちょっと4,3、あれ、ちまっとるよ、あ、ちまっとるよ、これはまあ宙なしだから3000円持ってるか、これ、はい、タンタンタン、あ、そこ中央県民の粒子のブワンコ、今度粒子のどこに、ちょっと待って、これ4,3、あら、ちょっと待っとるよ、ちょ、まだ武器かなあかんな、馬あげるから、張飛、あ、張飛、張飛相性いいっすね、いきなり98だと思った、3、あ、どうしよう、探索してみますか、あ、ここじゃないか、ないか、なんだっか、両方、ちょっと待って、これ情報、どんな人ですかね、この人、魅力、知力、武力、あ、結構やっぱ相性いいんですね、いきなり裏切っただけあって、とはいえ、まあ、とりあえず武器買って、あれ、勝利、13、あ、まあ、武装高いか、なんか訓練しとくんですか、あ、ビボ、どうだ、4,3、なんか4,3訓練、どうだ、あれ、武器があれば、あとはもう攻めるだけですね。あれ、エンジンが来たもいつ来たもおかしくないですけどね。しょんしょんしょん。武器を。
めて待つ。そう。まあ誰もいないと思うけど、探してみますか。はい。84。次7、7行きましょう。7個行きましょう。100円持ってって、まあ、2万ぐらいだよ。完璧。ここは何、情報いますよね、情報。完璧。あ、超高。あれ超綺麗なんですよ、超綺麗。パンク。よし、よし。あれ？うん、多いぞ。よし。カンポとなんかチョイスなんだろう。カンポ。一斉攻撃。あと一斉攻撃でしょぐらいいいっすかね、カンプぐらい。カンプで小説だと炎章に騙された人ですね、炎章と。どんな人でしたっけ、炎章が高村さんにを持ちかけて韓国の領土を分取ろうぜって言って、いざ分取った後、ね、分け前を要求しに行った高村越がなんか切られて仲違いしてしまうっていう感じでしたっけ、うん、あ、退職しちゃった。お金ゲットしたし、どこ逃げたっすかね。あそこはあそこ五国今オケラ状態だから、もうこれもあと袋の嫁ですよね。治療よし。今日どんな感じですかね。あとそうか低いっすよね。どうしようもないっすね。今日こう小さい低いな。23歳若いですね。これ仮想モードだとあれ埋もれてるあれが違うんですね、確か。本当はここに超音が埋もれてるはずなんですよね、この国に。やっぱ違うんですね、確か。うまいよ、超高に。で、超高。ちょっと待った。超高に武器買って。で、超高に。超高に。行かせて逃げ道を防ぐために商品移動させて、はい、まあここオケラ状態だし、100円ぐらい持っていって一か月分持っていきましょう。
こと？いいことあるかいいか。あ、まあ、お寺なしなこと。よし、はい。ホープでした。武力高いんです。神経は、神経は結構いいですね。今回はこれ退場。はい、あとまたこうやってやると、あれ、こうやってやると、こうやってやると、これ訓練度が、とりあえず囚人入ってきたら、まあ、ここを見捨てて、こんな具合ですか。ここもそうですね。ここも人口そんな全然少ないし、無理にこだわることないし、おろかしでもして、まあ、超平安よく少ないんだ。まあ、いいわ。どうしようかな。やっぱ出てきてるか。さあ、いらんの。ここはまあ、ここは炎症攻めたくてもおかしくないですけどね。なかなか攻めてこないですね。あ、よく。どんなに戦力か。あ、これやっぱ攻めてきました。と。宗教で。あ、隠し。あ。やばいな、これは。なんか、あの、ちゃんと来るのかな。7国。あ、捕まった。まあ、
はい、じゃあ年明けましたね。じゃあどうしようかな。それで、それで今回は炎症を暴行したら、何でしょう。こいつ捕まっ、ちょっと待ってください。武器を買う。あ、みんな武装いいですね。何だろう、違う。あれすごい中性落ちたな。超ひも少し持っちゃったよね。中性落ちたな。これだけ馬上げて、超ここに馬上げて、そうなんです。さっきこれ81でワード1減らして、はい、大富さん長期はこれ相性いいから恵まれてますね今回ね。まあ竜とカンをぶっ殺してまったっすから。あれ高ポイント9993、はい、43438484、お金入ってきたしな。ここを見つけて、はい、ハンコはハンコはどうだった、なるほど、あ、どうだ、なお、今回炎症がおとなしいですね。いつも炎症にいじめられてる、終了ゲームオーバーなんですけど、とりあえず、タコこの様子、タコこの様子、あ、バタンだ、8番、6番、4番、あ、9番発散か、とりあえず武力のある顔料とか分子兵持ってないから、まあなんとかなっちゃうね。何でしょう、あ、まだ武装も上がってないし、まだ武装上がってないですからね。あれ、あ、武器、これはまあいけば勝てます、勝てるっしょ。多分裏切りがなかったら、武将は一番、あ、とりあえず来月馬上げて、武将は馬上げて4、3、
しょう。やばいな。今日今までよく今まで攻めてこなかったですね。まあまあいいでしょう。裏切られた時のタイミング1000年間やってますか。よし、まあ、裏切りが怖いですからね。まあ超危険。裏切り、よし、裏切りコマンドなんだ。それが一番気になるんですよね。Donald。
かな、恐竜。恐竜、これはなんか恐竜に切られた人かな。あ、捕まえた、恐竜。こいつ、チンチン、まくり切った。やった。誰に対して裏切りかけてるのか。硬いな、ダメだな、これは悪いな。こうだ。どうしようかな。何これ起こされるのか、ちょっと怖いな。ちょっと待って、スタジオアイドル。よし。商品。よし。よいしょ、捕まえた。あこっち逃げるかな、こっち逃げるかな、うん、あ、着火作です。あ、
そう。商品却下された。こうそうなんですね。よし、もちろん今はやっぱり珍しい。まあ、あとはまあ見上げてくでしょ、数日内ね。捕まえた。何でしょう、捕まえた。ファッションの量とか入ったんですね。巻き込んでくる。何か何かどうしようかな。まあ、いいだけ募集して、うん、前あそうだよ。これ逃がすか。逃がして。でも5000も減るし。これは退場、さようなら。何でしょう。はい。何でしょう。兵力ゼロだし、早く追い打ちかけるように。何でしょう。炎症様の形はこの炎症の花があるのです。ちょっとやってみて。一緒あるかな。一緒ほんでやっと軍師やってみるか。どんな感じだろう。あ、みんな怪我しとるっすね。あ、もう早く。早く没収しなかんな。全方の兵士。チップか。まあここで終わっては、エンジスの子いたんですね。じゃあ完了。はい、カフェだな。スーパーいるっすか。まあここでやめてもいいですけど、まあとりあえず黄色色のエンショー、あ、エンショー逃げてた。まあいいかも。まあここでやめますか。かっこいい。あ、これまででもう武器ある。はい、まあとりあえず、はい、まあこれ勝負はありましたね。あ、でも裏切りまくっとるから勝負どうなるか分かんない。あ、でもコムはやっぱすごいっすね。こんな4000も軍資金4000も貯めれるなんて。上級モードはやっぱ大変っすね。難しいっすよこれは。はい、それではさようなら。はい。